さて、本日のガシャ回数8回つうことなので、ここで言っとこうかな。結構ね、7、8、9、10、30なんかまあめったに来ないんで、8回なら OK かな。容器の粒と容器を交換するかの。はい。大吉13個だからね、またあと7個集めてこないと。はい。大吉容器を身にまとった。しばらくの間 USA ガシャの大当たり確率はプー。いきます。はい、さあ行きましょう。どうしよう、もうこれと8回だからね、これとこれいったら終わっちゃうんだよね。5つ星コイン、伝説の指輪、鬼人のバッジ、うわー、ろくなもんねえな普通のコイン。となるとやはりドクター影村持ってたっけ。さすらいコインね、プラス一つ星、まず5つ星いこう。これ3個いこう。さらにドリームベッド、もう何この大当たり率っていうね。当たれよ、ほんと当たりの方が多いんだからな。よし、あ、まず一発。はい、持ってる。はい、持ってる。スノーラビー、いい、かぶってるやつはいい。当たったから陽気だよな。弁天さんと後で戦おう。よし、はい、続けて5つ星。よし、連続当たりは美味しいが、はい、持ってる。はい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 、エキカラボーイ。もう5つ星はかぶりすぎじゃねえか。はっ、3連チャン当たりは美味しい。だがしかし、よかった、手ず持ってないよねこいつ。闇は好きか、お前ファントムの素質ありそうだな。ファントム、ファントム、お任せ。ファトム、幻影、ファニー、ファントマン。大文字、大文字。キューピー、カッコ黒。多分カッコ白がね、いると思う。とりあえず5つ星コインは終わったな。シャキーン、やったぜ。あと2個なんだけどな。どうしよう、さすらいコインと一つ星。一つ星もね、結構かぶってんだよな。さすらいと一つ星を順番にいこうか。4個か。はい、ひどい。どっちか1回ぐらいは当たってほしい。1つ星そんな当たりないんだよな。あー、ダメだ。あー、歯磨き夫人、出してくれて感謝する。ザーマス、ザーマスキャラだ。声、男の声だったぞ。オーラルレディ、シャック夫人、シャカシャカ、ははははは、歯磨き。よし、
嫌味。シャキーン。残り3回。どうぞどうぞ。はっ。あー、行き過ぎ。こっち今見たけど中あたりの方が少ないっていうね。中あたりもね、結構いいのをもらえそうなんだけど。一つ星5位。ひどいな。銀行系。まだラストじゃないよ。一個も当たらん。はい。五つ星は当たったんだけど。マジいらねえ。疑心暗鬼。大当たりの意味なし。さあ、日本の温泉に行こう。やっぱこれは朝のね5時50分ぐらいまで我慢すべきだったのかな。そしたら日が変わったら多分もう一回ね大当たりが残ったままできた感あんだけど。至れり尽くせり、一回でも増やそう。いたいた、よろしく。よし、ガチャ一回復活。ごゆっくり。輸入。ラストチャンス。頼むよ、本当頼むよ。一つ星ロボニャン、こうさすらいの方がね、なんか欲しいのいるね。桃太郎、サルニャンと猫ニャン。猫ニャンってなんだよ、犬ニャンか。エルシャクレロ、ドクター影村もいなかった気がするんだよ。まだ時間あるよな。ドクター影村は持ってなかったよね。妖怪メダルで SS の S に並べりゃ、ドクター影村は持ってなかったと思う。ドクターゼロの方はいるけどね、影村の方は。あれ？お前の本名なんだよ。名前変えてるからわけわかんねえんだよ。もう A になっちゃった。影村の方はいないよね。ゼロ博士の方だよね、あれ。うん、影村の方はいない。よし、じゃあ最後は行くか。頼むぜ、満腹来い。おー、赤を。まあ、金以外。いない。もう一個。もう一個。もうやだよこれ本当。結局なんだ。6回全部外れだな。お前いなかったっけ？流星拳いたよな多分。本作じゃなかったかもしんないけど。あ、初めてだった。マガサスは流星拳だよね。もしかセイヤ。あ、やっぱ終わり。はい。ね。
こう苦労してね大当たりしたけど結局大当たりは一つもなかった感。あんだけ引いてあれだね、キューピーだけだな。さてチェンジシューや。ピヨピヨって音した。モテウェポンも欲しいけどね。天の毛。さ、ゾンビパンツ進めよう。ゾンビパンツ進めようってのはおかしいか。さあ行きましょう。これももう終わりが近づいてきたしな。ドゥーンドゥーン。ゾンビナイトのねサムネもね何度も同じの使ってるからちょっと新しいシーン用に久しぶりにムービーを見よう。ゾンビナイト。あと A3 つと S1 個で終わりだっけな。バックパック、もうアイテム欄が、まあ、ここまで来たら全部クリアしようじゃないか。 A 生ゾンビハゲ。このさゾンビの位置だとただハゲてる、なんか抽象に見える。カイマ、深い漢方とかいらねえだろ。鬼ゾンビ、カイマの元は欲しいね。あと4つでクリア。とりあえずもう順番でいいだろう。3番走行マーケットとかでかいもんな。行くか。ジミーゾンビ、ゾンビニャン、ジマゾンビニャン。ほら、慎重さを忘れずなおかつ大胆に行け。ケータ行きます。そう、あちょっとめんどい。右から行こう。右から行くぞ、気をつけろ。到着。左奥か。鬼ゾンビが大量にいるようだな。どうしよう、こっから行けるか。ジミーゾンビ、生ゾンビハゲ、会社。とりあえず一気に会社まで行きたいとこなんだけどな。よし、ラッキー。はい、これました。行こう。どうなってる？いいぞ。アイテム、そこ。これ生ゾンビハゲだ。こっちのアイテムは？ジミーゾンビ。ここバレるな。これ一遍クリアしてから着直した方が良さそうな気する。アイテム集めが危ないわ。身代わり人形を使って一気に無理やり行くのも一つの手段か。あそこか。アイテム、危ないね。鐘鳴らすの優先しよう。いや、これやばいんじゃない？これやばいんじゃない？やばいんじゃない？やばいんじゃない？ふふ。倒せるはず。地味ゾンビは。OK。なんだ、お、守備力アップか。よし、ジミーゾンビ倒してこっちから行った方が安全だな。これよし、これでクリアで OK だな。ただアイテムが身代わり人形と回復だったと思うから別取りに来なくていいレベルなんだよな。
生ハゲ行ったらクリアしちゃおうか。よし、脱出。はい、ガイマのもと。桜井昌司 SPB オフィス、うん、開封。はい、ガイマのもとです。寝てるよ。よかった、朝だ。どうしたんでウィッス、大丈夫。もう一丁いっとこう。特にアイテムは増えなかったか。防御力が一つ上がっただけ。さあ、ワンダーポート。深い看板とか別にいらなくねって思うんだけど、まあ行ってみるか。鬼ゾンビ。ほら、常にバックパックにアキウイ作っておき。抹殺。ゲータ君も強くなったわね。詰まった。だいぶ奥の方だな。ジミーゾンビもね、不意打ちなら一発で倒せるようだ。マーケゾンビは危ない。マーケットよりさらに上。マーケットの方が広いよね、明らかに。ちょっと会社です。アイテム、ああやめとこ。ちょ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 、うんちょい、うんちょちょちょい。ちょっと厳しいぞ。お前鬼ゾンビ？鬼ゾンビはきつくないこれ。生ハゲゾンビ危ねえな。一気に行こう。バレても気にせず行け。よし、アイテム、アイテム、消費アイテムはね、あんまり頭足にして。バックパック、うん、いいな。取ってそのまんま桶脱出。さあ、あとはクリアするだけ。いいぞ。ちょっと位置厳しくない？倒さなきゃいけないんじゃない？場合によったら回復アイテム使うことも。これきつくね。あ、こっち通れるか。ゾンビミミズクは倒せんじゃない？これよし。博士、妹いたんだ。あ、なんだ、余裕じゃん。やったな、お見事。でも深い漢方だしな。報酬獲得。
は、夢か。